戸塚区役所通信。本日は戸塚区役所子ども家庭支援課の職員の方に保育園の申し込みについてお伺いしたいと思います。戸塚区役所の保育教育コンシェルジュ渡辺さんと川上さんのお二人にお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、早速なんですが、最近は保育園にはどうしたら入れるのか関心がある方が増えていると思うんですが、こちらはいかがですか？保育園に4月から入園を希望する保護者の方は非常に多くて、相談のため区役所にお越しになる方も大勢いらっしゃいます。はい、10月の中旬からは4月から保育園を利用したい方の申し込みの受付が始まりますので、そろそろ見学に行ったり情報収集などの活動を始めている方が増えてきました。はい、そうですよね。これ実際申し込みをすれば戸塚区の保育園には入れますか？はい、戸塚区には今年の4月に新しく6園の保育園ができ、より多くの方に保育園をご利用いただけるようになりました。そのうち4園はいわゆる5歳児までの認可保育園で、2園は小規模保育事業という2歳児までの保育園です。戸塚区の今年の4月の実績で言いますと、保育園を利用する子どもの数は去年と比べておよそ270人増えています。利用する方は増えているのですが、それ以上に申請された方も増えました。その結果、保育園の申請をしたけれどもすぐには保育園に入れなくてお待ちいただくことになってしまった方もおよそ80人増えました。つまり利用を希望する方が増えたため、保育園に入れた方もお待ちいただく方もどちらも多くなっているという状況です。はい、保育園の数も増えたということで嬉しいんですけれども、入られる、ね、方も増えているということなんですよね。先ほど2歳までの保育園という小規模保育事業というのができたというお話出ましたけれども、知らない方も多いかなというふうに思うんですね。これはどういう保育園なんですか？一般の認可保育所との一番の違いは2歳児までの保育園ということです。それともう一つの特徴は、名前の通り規模が小さいということです。国の基準で定員が小規模保育事業では最大19人となっています。アットホームな環境ですので、少人数の保育がいいと考えていらっしゃる方には向いているのではないでしょうか？はい、なるほど。でもこの2歳児までの保育園ということですと、3歳になった時はどうすればいいんでしょうか？3歳の4月のタイミングで別の5歳児までの保育園に行くか、または幼稚園に行くかを決めていただいて、改めて利用を申し込んでいただくことになります。小規模保育事業卒園の方は、保育園利用の優先順位を判断するためのランクを引き上げる仕組みがありますので、初めて3歳から申し込みする方に比べると有利になります。また小規模保育事業の中には連携園という優先的に入ることができる保育園や幼稚園を決めているところもあります。はい、さて来年29年4月から保育園を使いたい方の受付がもうすぐ始まるということなんですが、これはいつから始まりますか？はい、10月14日の金曜日から利用案内というパンフレットや申請のための用紙の配布を始めます。はい、もう間もなくということですが、その書類はどちらで手に入りますでしょうか？はい、戸塚区役所2階の子ども家庭支援課でお配りしています。他にも戸塚行政サービスコーナー、東戸塚行政サービスコーナーや認可保育所でもお配りしています。なかなか取りに行く時間がないという方は横浜市のホームページからダウンロードもできます。はい、ありがとうございます。リスナーの皆様、申請をされる方はぜひ早めにご準備なさってください。ところで保育園に入る方、こちらはですね、どうやって決めているんですか？まず申請された方には利用の優先順位を決めるためのランクというものを設定します。ランクが高い方ほど利用の優先順位が高くなります。ランクは保育を必要とする理由がお仕事なのかご病気なのかなどの状況によって変わります。
例えばお仕事の場合はお仕事の時間の長い区分の方のランクが高くなります。なるほど、そういうことなんですね。保育園の希望はどういうふうに書けばいいでしょうか。はい、ご希望の順番通りに申請書には書いてください。保育園ごとに選考を行い複数園内定した場合には希望順位の高い保育園に決定させていただきますので、行きたい順番で書いていただければ大丈夫です。よく誤解されがちなのですが、希望順位の付け方で有利になったり不利になったりすることはありません。それから横浜市内の保育園であれば戸塚区の保育園と同じように利用の審査をしますので、他の区の保育園のご希望がある場合も同じように記入してください。はい、なるほど、わかりました。そういう仕組みなのですね。それではですね、ズバリ保育園入園のための秘訣があったら教えてください。はい、秘訣は希望する保育園を全部記入していただくことです。それぞれの保育園では受け入れ人数や希望者の数が毎年変わりますので、同じランクの方でも年によって入れたり入れなかったりします。希望の園に入れなかった場合に備えて、他にもここの保育園ならいいなという園があったら全部ご記入いただければ入れる可能性はより高くなるのではないでしょうか。希望する園をどこにすればいいかわからない方はぜひ私たちにご相談ください。はい、ありがとうございます。ところでですね、今保育園のお話をしてきたんですが、幼稚園の場合の申し込みはどうなりますか。はい、幼稚園は直接ご希望の幼稚園にお申し込みしていただくことになります。お申し込みは11月から始まります。今は幼稚園でも預かり保育といって保育園とあまり変わらない時間を預かってくれるところも増えています。幼稚園では正規の教育時間というものがありまして、それは9時から午後2時までになります。預かり保育を採用している幼稚園ではその前後の朝7時半から夕方6時半まで保育をしています。なるほど、そうなんですね。まあ、それでしたらお仕事をされている方にも幼稚園という選択肢がありますよね。ところで戸塚区では来年の4月に新しい保育園ができる予定というのはあるんですか。はい、来年もできるだけご希望にお答えできるように準備をしております。はい、それはとてもね、ありがたいなと思いますけれども、どんな保育園ができるのか教えてもらえないでしょうか。では来年4月に開所する予定の保育園をご紹介します。今決まっているのは5園です。5歳児までの認可保育所が戸塚駅近くに2園、東戸塚駅近くに1園、それから小規模保育事業が上倉田に1園できます。また認定こども園が組沢2丁目に1園できます。この認定こども園とは幼稚園と保育園が一体になった施設で、もともとある幼稚園に保育園が新設される形になります。はい、ありがとうございます。5園できるということで、新しい保育園ができるということは希望される方には非常に朗報ですよね。では最後に保育園や幼稚園の利用について相談したい場合はどうすればいいか教えてください。私たち保育教育コンシェルジュが戸塚区役所2階の8番窓口子ども家庭支援課で相談をお受けしています。9時から夕方4時までおりますので、お気軽にお越しください。日によっては出張などで不在の場合もありますので、事前にお電話でご予約いただければ助かります。電話番号は045-866-8467、 045-866-8467 になります。どうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。本日は戸塚区役所の保育教育コンシェルジュ渡辺さんと川上さんにお越しいただきまして、保育園の申し込みについてお伺いしました。お二人どうもありがとうございました。ありがとうございました。以上、戸塚区役所通信でした。